福島の皆さんこんにちは、椎名純平です。すごく大変な、ことになってしまいました。何ができるか何ができないか、僕もすごく無力感に今苛まれているんですけれど、一人でできることには限りがある。だけれど隣の人、あるいは自分の子供、家族、そういう人を守ることっていうのは何かできることがあるかもしれない。例えばデリ君が主張しているマスクも絶対にその一つだし、そういうできることを一つ一つみんなで手を取り合い、心をつないでやっていきましょう。僕も音楽家として、皆さんに一曲お送りしたいと思います。今からやろうと思っているのは The Light という曲なんですけれど、どんなことがあろうと手を取り合って光に向かって歩いていこう、そういうような曲です。聴いてください。
Thank you.